皆さんこんにちは、ハッスルマミーです。今日はディオーディナリーから6つ目の新商品が出ました。こちらナチュラルモイスチャライジングファクターベータグルカン、天然保湿因子ベータグルカン、それからセラミドも配合してます。肌のバリアを強化するように働く軽量のジェル状の保湿剤です。敏感肌を含む全ての肌タイプの方に、お使いいただけるそうです。特にオイリー肌や混合肌に適していると思われます。で、ベータグルカンとは何ぞやということで、ベータグルカンには保湿効果があり、また肌のバリア機能を強化することができるんだそうです。オーディナリーのベータグルカンは、多分霊視、キノコの霊視から取られているみたいです。こちら肌に塗ることで肌の修復や傷の治癒を促し、穏やかな抗酸化作用、肌の鎮静作用、保湿作用、さらにはアンチエイジング効果も期待できるそうです。ヒアルロン酸よりも 20% 保湿力が高いと言われています。このベータグルカンと言われているものはですね、ヒアルロン酸に代わって、次の大きなヒットになるのかもしれないというふうに言っている人もおります。ベータグルカンは肌の水分を逃さず、乾燥で肌の突っ張りを防ぐ効果的な保湿成分であるだけでなく、優れた抗酸化物質でもあります。抗酸化物質は肌をくすませる汚染、環境汚染や環境ストレスから肌をガードするのに役立ちます。こちらの新しい保湿剤にはですね、セラミド、それから肌のダメージを回復するアミノ酸も含まれています。こういった透明なジェルです。とっても軽いつけ心地なんですよね。で、全然ベトベトしません。すぐに乾きます。なので今私はこれを日中使ってます。日焼け止めを塗る前にこちらを使ってます。ファンデーションを塗る方、きっちりメイクする方にもとても合わせやすい保湿剤だと思います。さっぱりした保湿剤、やはりニキビが気になる方、オイリー肌の方には特にいいのかなと思います。で、今まであるこちらが今まであるナチュラルモイスチャライジングファクターですね。でこちらが、少し前に出た一番こってりした保湿剤です。そう、今オーディナリーにはこの3つの、保湿剤があるということですね。こちらはこういう感じのクリームですよね。そして、一番こってりしてる、フィトセラミド、こちらも新しいやつですね。こちらが一番濃厚というか乾燥肌の方にはいいと思います。冬にはぴったりですね、感じです。私はね、夏はちょっとこれを使おうと思っていて、もうこれはちょっと冬までお預けです。こちらをね、ちょっとメインに冬まではこちらを使っていきたいと思ってます。こちらのジェルはですね、水性のジェルで、オイルフリー、シリコンフリーなので、とても軽い仕上がりになってます。こんな感じで今年のオーディナリーの新商品はこれで最後となりました。ね、なんかもっといろいろ欲しかったですけれども、ちょっと日焼け止め欲しいですよね、本当に。でも、もうすぐ私も夏休みで日本に戻りますので、日本の日焼け止めを楽しみにしてるところです。何かいいものがあったら教えてください。それではまた、さよなら。